優勝戦1号艇中辻選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。はい、どうもありがとうございます。4日目、そして昨日の準優勝と4連勝でここまで来ました。はい、エンジンの手応えどうでしょう。まあ、エンジンはもう前件からそこそこいいなって感じでした。はい、その中で特に今強調できる部分というのはどこですか。まあ、ちょっと行き足は弱いですけど、その他は、まあ、自分の満足できるレベルになっていると思います。逆にじゃあ今日の調整というのはその行き足の部分がという。いや、調整しません。しません。行き足は、はい、はい、もうそのまま、はいはい、スタート根節、まあ、1本抱えている状態ではありますが、タイミング的にはかなり一定心筋ペンで揃っている感もありますか。はい、そうですね、安定していけてるかなって感じがするんで、はい、このままの感でいきたいと思いますけど。1号艇です。確認事項ですが、ピット離れは大丈夫ですか。一応根節は大丈夫でした。はい、まあ、どうでしょう、スタートいって、まあ、先に回りさえすればもう、はい、先に回れば、はい、1着取れるような足はあると思います。では最後にファンの皆さんへ向けて一言お願いします。はい、いっそいっそ大事に走りたいと思っているので、はい、今回も大事に走ります。優勝戦2号艇吉村選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。ちょっと序盤からエンジンに関してはコメントを見てますと厳しいものもありましたが、仕上がりはどうでしょう。一番弱いんじゃないですかね。はい、その中で光を見出せるなら出足だったり伸びだったり回り足だったりどの部分ですか。伸びがもうつかないので出足なんですけど、あんまり寄せすぎるとちょっとひどいことになるので、はい。まあ、今節照ったり、まあ、湿気があったりというところでしたが、どうでしょう、その出足の部分もちょっとコンディションは日替わりだったりしますか。そうですね、はい、優勝戦に向けてはどうしましょう。調整はもう一回ペラを1から見直して乗ってまた叩いて、はい、考えます。スタートは今節いかがですか。伸びがないのでだいぶ突っ込まないといけないんですけど頑張っていきます。はい、まあ、ちょっと船足的には厳しいかもしれないんですが、2号艇です。レースどのようにイメージ描いてらっしゃいますか。まあ、刺すかまくるかしかないんでどっちかです。はい、今年3回目の優勝がかかります。最後にファンの皆さんへ向けて一言お願いします。はい、諦めずに一生懸命頑張ります。優勝戦3号艇堀本選手です。おはようございます。おはようございます。優出おめでとうございます。はい、ありがとうございます。まあ壮絶な準優でしたね。はい、そうですね、6号買ってるお客さんはすごいと思います。でもあの逆転劇があるにはやはり船足の恩恵がないとできないことだと思うんですが、そのエンジンどうですか。いや、どうですかね、もう3日目ぐらいまでずっと出足求めて調整してたんですけど、もう一つもつかなかったので、もう腹をくくって伸び1本にして出足と回り足はもう捨てました。で、優勝戦に向けてもじゃあそのスタンスは変わりなくですか。そうですね、こっちの方がいいですね。伸びも、まあ、つくエンジンなので、はい、出足を捨ててもこっちをつけたいと思ってます。昨日準優スタート0台だったんですが、シリーズ通してそのスタート感というのはどうですか。はい、いや、ちょっと昨日の準優はちょっと早すぎたんですけどね。はい、まあ、でも遅れないスタートを心がけてます。本番今日優勝戦、目標どれくらいにしましょう。どうしましょう、何歩がいいですか。まあ、でもちゃんとしっかりいって、はい、ということで。そうですね、はい、さあ伸び1本ということで3号艇です。レースのイメージどうしましょうかね。どうしましょうかね。昨日もイメージと全然違った体型だったんで、はい、今日もイメージと違った体型で来ることを祈って、はい、行こうと思います。伸び1本となるとファンの方は参加度なんて考える方も いらっしゃると思うんですが。いや、それはないです。それはないですか。はい、ないです。はい、スローからで、はいはい、では最後に優勝に戦に向けて一言お願いします。はい、準優でも大波乱を起こしたんですけど、優勝戦でもまた波乱を起こせれるように頑張りたいと思いますので応援よろしくお願いいたします。優勝戦4号艇長尾選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。船足の仕上がりは今のところ状態どうでしょう。悪くないと思ってます。序盤からですか、それともそのよ悪くないというのは積み上がってきたものですかね。あ、最初からです。最初からですか。はい、どの部分を取ってもそうですね。はい、特にその中で強調できる点はこれと言ってはないですけど、まあ、全体的にいいと思います。かなり今節気温の上下ありましたが、はい、その中でも調整面はじゃあうまくはいきましたかと思ってます。はい、その手段はやはりプロペラですか。そうですね。はい、優勝戦に向けてもじゃあその作業はあまり変わりはないですかね。そうですね。はい、
スタート痕跡いかがでしょう。自分の中ではいけてます。4号艇です。レースのイメージどのように描いてらっしゃいますか。はい、もコースがどうなるか分かんないので、はい、出て考えます。まあ、そのあたりは自在にということで、はいはい、優勝戦に向けて最後にじゃあ一言お願いします。最後まで頑張ります。お願いします。優勝戦5号艇真田選手です。おはようございます。ありがとうございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。2連対立ではこの優勝戦の6選手の中では一番低いモーターなんですが、はい、このエンジンのいいところ教えていただけますか。そうですね、行き足がいいですね。それはどうでしょう、序盤から良かったですか、それとも積み上がってきたものですかね。そうですね、後半に良くなりましたね。今節調整というのは主にプロペラがメインですか。そうですね、ペラしかやってないですね。かなり気温の乱高下もあったんですが、はい、調整面どうでしょう、ここまで今節は。そうですね、それなりに合わせられたと思いますけど。優勝戦まで時間がありますが、今日調整はどのようにお考えでしょう。もうペラの微調整ぐらいですね。スタートはいかがですか。ちょっと間より早いんで気をつけていってますね。5号艇です。コース取り含めてレースのイメージ教えていただけますか。まあ普通に枠内で行きたいですけどね。徳山の相性というのはご自身いかがですか。まあ普通です。では最後に優勝戦に向けて一言お願いします。優勝戦頑張ります。優勝戦6号艇松田選手です。おはようございます。おはようございます。優勝おめでとうございます。ありがとうございます。まあいろいろ今節は部品交換があったり新ペラあったりちょっと紆余曲折のシリーズだったと思うんですが、エンジンどうですか。そうですね、すごい流れ悪くて、まあ優勝乗れただけで自分としては上出来です。このエンジン今強調できる部分あるとしたらどうでしょう。ないです。優勝戦に向けてまだ今日時間あるんですが、調整どうしましょうか。プロペラとチルトと考えて、なんかやってみようかなと思ってます。スタート、まあ、昨日の順位は 0-2 のタイミングでしたが、シリーズ通して勘というのは。そうですね、まあ、順位に限ってはもう行く気で行ったので、まあ、入っててよかったですけど、まあ、足の差はすごいありましたね。6号艇です。コース取り含めレースのイメージはどのように描いてらっしゃいますか。まあ、前付けはあんまり考えてないですけど、まあ、ピット離れとかね、いろんな要素あるので、まあ、なんか起きてくれたらちょっとでもうちには入りたいです。まあ、ただ徳山の相性はいいですから、なんとかしてっていうファンもいらっしゃると思いますが、まあ、なんとかしたいですけどね、頑張ってみます。ご自身の名前も入ってるシリーズです。そうですね、まあ、頑張りたいです。では最後に優勝戦に向けて一言お願いします。はい、一生懸命頑張りたいと思います。応援のほどよろしくお願いします。